おっしゃー、リオルスです。それでは本日もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。なんかね、お風呂がね、みんなね、この1個しかない方に並ぶんだよね 不思議だなー、ほんとここの村人の習性は。さて、ポンペのクエストをクリアしないと。あいつどこ行った？あー、いた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 。よいしょよいしょ。ね、あれ、かぼちゃじゃない、トマトが育たないんですよ。はい。うっ、おお、とうとうトマトの種から芽が出たっぽいっすよ。トマトが育つと赤くて丸くてとても赤いらしいぞ。興奮で言葉が紡げぬ。 トマト好きなんだ。で、ドルトさん、壺の上で何してんの？そこトイレじゃないからね、おじいちゃん。 おじいちゃん、そこトイレじゃないよ。ルオスさん、チャクさんとの約束覚えてるっすか？大農園ができたら収穫祭を開くって。思い出しました。噂に聞く収穫祭はものすごい格好して朝まで踊り明かす刺激的なお祭りらしいっす。え、コスプレ服を作れと言ってるのか？ものすごい格好って一体どんなんすかね？どうなんすか？何、どうしたの？どうしたの？ちょ、なんすか今の。まあ、俺エッチなこと エッチなこととか考えてないっす。考えてないっすよ。ねえ、マギウスさん。なぜ私に、足に話しおる。わしとて断じて、エッチなことだと。なんなの？とにかく、リュウロさん、トマトをじゃんじゃん育てつつ、収穫祭の準備も進めるっす。これで、トマトの判定してくれるのかな。なんか例の畑がね、みんなね、耕してくんないんですよ。なんかいろいろいじったんですけど、こうね、かかしの位置が低いんじゃないかとか、こうね、水の位置とか、こう、いただいたコメントを参考にいろいろいじってみたんですけど、なんかみんなね、ここ来てくれないんですよね。根本的に場所が悪いのかもしれないんで、ちょっと、これでダメだったら、ちょっとここは、放棄して 違うところに作り直そうと思います。で、こっち、ああ、こっちは育ってるね、ちゃんと。はあ、こうなるのか。なるほどね。じゃあ、なんだっけ、もう一個の種、かぼちゃの種を探しに行きましょうか。もう、多分それしかないよな。他にクエスト持ってる人いませんか？いたら手を挙げてくださいね。あ、そう、屋根が。で、やっとね、全部覆うように完成しました。こんな感じで なんか変な形になっちゃいましたけど、こっちの方に伸ばした部屋の分まで、覆うようにしたんで、こんな形になっちゃいました。まあ、とりあえずこれでみんな寝てる部屋はね、屋根、雨はしのげるようになりましたんで、安心して眠ることができるでしょう。よし、じゃあ、さいさい。キャンディーあげたくないんだよな、正直。あら、あなた、それってキャンディーじゃないかしら？まさか私のために作ってくれたの？もらってもいいかしら？あ、1個ならいいよ。いいよ、あげろ、あげろ。あら、悪いがね、なんだか催促したみたいで。催促してたよ。十分してた、してた。これで日々の疲れも癒せるわ。あなたにはお礼をしなくちゃね。トマトの種5個。ああ、よかったよかった。これはいいトレードだね。教団には内緒よ。それで甘いトマトを作ってちょうだい。割と教団のビルダー禁止緩いな。緩いぞ、だいぶ。よし、行こう。ああ、またそこでマドハンドの人生が幕を閉じようとしているか。 大丈夫か？ そこの3匹大丈夫か？ねえ、せっかくね、この世に生まれたんですから、長生きしてもらいたいものです。さあ、動画ではこっから先は初めてですかね。一回来たことあるんですけども、ここは猿とアローインプがいるんですよ。まあ、猿倒しても別に何もないんですけど、特に何もないんですけど、経験値もらってももうレベルマックスなんで意味なさそうなんですよね。この綺麗な花だけは取っていこうかなと。で、そう、アローインプがリリパッドだっけ？あ、リリパッドは人間に、好意的だけど、こいつ、ほら、矢構えてくるんですよ、こうやって。ん？お、どうした？リオルス、見てみろよ。あそこ、リリパッドどもが集まってるぞ。一体何してるんだろうな。いや、めっちゃこっち威嚇してるんじゃないですか、あれ。ちょっと気になるから、あいつに話を聞いてみようぜ。
いや、その前にこの子のこいつ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 全然有効的じゃないのよ。ねえ、ほらほら、こういっぱいいるでしょ。ほら、みんなで構えてくの、こうやって。わあわあ、全然有効的じゃない。もうやるしかないんだ、やるしかない。あいた。ほらほら、超囲まれんの、こうやって。おかしくない？どこが有効的なの、この人たち。あ、痛い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 。でもこの緑の元を落とすんで、マドハント倒せようかいいかなっていう感じ。なんかマドハント倒すのなんかかわいそうになってきちゃって。こいつらならね、あっちから襲ってくる。どこどこどこ、え、ここ、ここ彼らの基地なんじゃないの。クーン、ああ、そういうことか。おお、人間の子よ、ちょうどいいところに来てくれた。我々はリリパッド族、緑の草原を愛し、緑の森を守る緑の顔の一族だ。そうね、確かにね、うん、しかし近頃我々の仲間がハーゴン兄弟に寝返ってこの森まで破壊しようとしていたな。あ、そいつらが僕を攻撃していたのかな。うん、随分近いところで裏切ってんな。森を守る我々はあの悪しきアロインプどもを放っておくわけにはいかん。人間の子よ、アロインプを倒してくれたらお礼に森を作る素敵なものをやろう。お、頼む。この村に、この辺りにいる紫色の顔をしたアロインプを10匹倒してくれ。あ、リリパッドはいい人でアロインプは悪いやつってこと。あれ、でもこの緑顔が今撃ってきたよね。あ、違うわ、あ、違うわ。あ、よく見ると違う。全然気づかなかった。あ、緑の服が悪いやつだね。オッケーオッケー。顔色じゃちょっとよく分かんなかった。そういうことか。あ、じゃあこの人たちは、あ、確かに撃ってこる。何か持ってそう。あー、もう次から次へと。ちょっと待って、順番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 。あの一歩だけでいいです、あの一歩だけで。あと一匹、あと一匹。痛い痛いね。よっしゃよっしゃ。痛い痛いね。もういいもう、もういいもういいもういい。もう結構です、十分です。経験値増えないから、倒したって。無益な接触はしない。拙者、無益な接触はしないでござる。よし、倒したぞ。おお、人間の子よ。森を破壊する悪しきアロインプどもを倒してくれたのだな。ところで人間、私には分かっておるぞ。お前はビルダーであろう。まあそうだね。うん。先ほどの例でもあるが、ビルダーのお前にはこれをもらってほしい。なんか、新しい道具とかだと嬉しいな。どんぐりー。え、植えるって書いてあるけど。どんぐりを健康な土に植えれば、木を生やすこと。あーあああ、木が増えられる。これでやっと、なんだろう、なんか森っぽい村ができる。なんかどんどんね、お城っぽい変な、ね、近代化した変な村になって、なりつつあったけど。忘れがちだけど、ここはね、緑あふれる村なんだよね、確か。うん、確か。ビルダーならば森を作れ。うん、その通りだよ。そして草原を作り、島に緑を広げるのだ。ハーゴン兄弟に負けてはならん。もしも道に行き詰まったら、リリパッドとオオネズミ、そして人間の古い盟約を思い出すのだぞ。わかんないんだよね、その盟約。人間、お前には話したいことがまだあるが。長話をすると飽きられそうだ。興味があったらまた話しかけてくれ。はい、ありがとうございます。あー、やったー、木が植えられるぞ。これで緑あふれる村にできるぞ。だんだんおかしなことになってるけどね、うちの森、うちの森じゃない、うちの村。さて、こっちでまたなんかクエストありますね。ここだね、湿地を抜けた先にて。そっち行ってみようか。なんか墓場も気になるけど、順番にこなさないとダメですからね。今クリアできるものをちゃんとこなしていこう、うん、僕は学んだ。あ、結局墓場か。いいのか、順番的に。おや、まあ人間さん、人間は相変わらず顔色が悪いですね。君らにはそう見えるのか。あしらとは大違いだ。この先はここいらじゃ墓場半島って呼ばれている場所でしてね、壊れた教会と墓場があるところです。ここには昔々作物の種を集めてる変な人間がいたらしいですよ。で、今も誰かがなんか守ってるって話だったよね。おー、なんか、あ、新しい種、新しい種。
ちょーちょーちょー、その前に空腹で倒れそうです。飴を食べよう。村にババコの実が、ちょっと待って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 、え、そういうタイミングで来んの。あ、なんか間違えて水撒いてる、水撒いてる、ちょ待ってちょ待って、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ババンゴの実がこのタイミングで湧くの。え、せっかくここまで来たのに。あ、お腹空いて壊せない、そういうのもあるのか。あ、飴ってなんかお腹たまらない。え、とりあえず種をもらって帰ろう。うん、やばい、ババンゴの実、これ以上ババンゴの実を爆発させるわけにはいかない。おお、また種を見つけたのか。それがチャゴのやつが言っていたカボチャの種か。種を持っていたやつが落としていったんだろう。ひょっとして近くにいるかもな。いや、近くに行きたいんだけど。種もまだ落ちてるかもしれない、辺りを探して辿っていってみようぜ、なんだけど、その前にババンゴの実をなんとかさして。まずいまずいまずい、もうこれ以上破裂させるわけにはいかない。毎回破裂させてるもんな、なんだかんだで。さあ、どこだどこだどこ、あった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 、ここ別に破裂させてもよくない。ダメかな、作物に害がなければいいんだけどな、別に。まあ、種がもらえるからいいか。よし、あとはあとはどこだ、いつもなんか、あー、いたいた、全然ここで破裂しても構わないな。ほい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 、よし、順調順調。あとは何個出るんだ、あとは、あー、そっ、ん、違うな、あ、いた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 、こんなところにいた、ここはまずい、ここはまずい、絶対にまずい。柵とかのところに出られんと一番困るんだよな、はいはい、ほら、柵がなくなっちゃうから。ちょっと待って待って、柵がなくなっちゃうから困るんだよ、そういうことされると。そこ復旧がめんどくさい。あとはここはない、ここはない、何個ぐらい出るのかな、4つぐらいできんのかな。運動車のウェイウェイ言ってるけど、もうないか、大丈夫か、本当にないか、今度こそ、今度こそないか、なさそうか。風呂の裏とかどうよ、ないか、ないな、よし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 、目回ってきた、ぐるぐるしてた、ないね、よし、オッケーオッケーだね、本当にオッケーだね、いいね。で、あの、誰かがミッションクリアを、ミミズリアルズ、匂う匂うよ、君どんぐりは待ってるね、どんぐりを健康な土に植えれば木が生えるはず、木をたくさん生やせば生やせば島に緑ができる、僕草原団子に次ぐ緑が生まれるうねりを感じるよ、どうか胸の中に村の中に木を生やしてほしい。木はどんぐりを健康な土に植えると育つけど、完成するまではとっても時間がかかるみたい。そこで肥料ですね、この間覚えた。そんな時は健康な土に肥料を撒いてからどんぐりを植えると育つスピードが速くなるよ。先に肥料なんだ、オッケー。リアルス、ミミズン、どうしたの、 リズン珍しいじゃん、あのちっちゃい子だよね、リズンって。話は聞かせてもらったわ、村の彼に木を生やすなんて素敵じゃない、だけど木だけじゃつまらないわ、どうせなら木に遊具をつけて木の遊び場を作ってくれない、ブランコですか、ブランコだよね、ミミ、いい考えだね、じゃあ成長した木と遊具をくっつけておいて木の遊び場の塊を作って。はあ、やっはー、あ、やっぱそうだよね、ブランコだよね、木に遊具って言ったら。あー、そう、木がね自分で作れなくて、なんでこの辺のね木とか、あの、取っといたんですよ、あの、壊さないように、ああいうのだけは。うん、でもあの一本だけだったから寂しかったんで、よかったよかった。
さて、どうしよう、戻ろう。戻ろう。まさかババンゴの身に戻されるとは思わなかったな。遠いんだよな。早くこの辺でワープを見つけよう。じゃあちょっと行ってきます。はい、はい、戻ってきました。早速見つけたみたいですね。ていうか猿がついてきてる。いつの間にか猿がついてきてる。ちょ、まだお前で、シドはどこ行った。あ、いた。ここね、オッケー。前にそうだ、ご飯持ってくるの忘れた。結局ご飯持ってくるの忘れた。なんかない。飴しかない。飴だと、あ、キャベツでいいよ。もうキャベツでいい。この際キャベツでいいです、はい、キャベツ何パーだっけ。あ、 10% しか回復しないけど、まあ飴よかいい。よいしょー。お、結構いっぱいあるね。かぼちゃの種あと27個。そんなにいっぱいあんの。で、その種を守ってる人ってのはどこにいるの。どこにいるんじゃ。あー、ワープあった。とりあえずワープタッチしておけばいつでも帰ってこれるぞと。で、これお墓はさすがに殴れない。さすがにお墓を持って帰ったりはしない。お、なんかカルビがいなくても僕にも分かるぞ、種があるところが。あ、なんかいる。お、教団が、うわー、まがまがしい。これは持って帰ろうかな。あ、持って帰れる。邪神の像、キャー。で、あ、え、人？あ、違う。これ持って帰れる。これ。あ、持って帰れる。わーい。あ、食材だ。この辺は壊せない。なるほどね。え、でも人なんかいないな。はいはい。なんか良さげなもんは持ってくる。このまま種を追っていけば会えるのかな。次は、あ、そうだよね、なんか種に導かれてるような気がする、すごく。次どこ、次。あ、次ここね。なんか種にほんと導かれてるな。どんどん進んでるもん。あ、ここね。で、あ、やっぱりなんかあった。随分辿ってきたが、見たところ誰もいないな。どうする、もう少しこの辺りを探してみるか。なんかあるでしょ。あ、ほらほら、ひょっとして腐った死体として出てくるんじゃないのこれ。うー、わん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 。おい、どうしたカルビ、急に墓に向かって吠え出しやがって。いや、絶対腐った死体でしょこれ。まさか種を持ってたやつ死んでやがるのか。ん、リオルス、あっちだ。え、え、海の向こう。おい、そこに誰かいるのか。あ、幽霊か。うひー、見つかってしまったか。あ、やっぱりもうゴーストになった。おのれ、モンゾラゲンね、相変わらず鼻が利く。鼻なのかな、その場合。気配じゃないかな。それにしても、あの気まぐれで有名なモンゾラゲンを手なずけているとは、何者なのかね、君たちは。普通にゴーストだな。なんと、君たちはカボチャの種を探してここまで来たのか。私は今日までずっと生前育てていたカボチャの種をハーゴン教団から守ってきた。教団は本当に憎らしい。種を奪おうとするだけではなく、神聖な教会も邪悪なものに変えてしまった。ああ、さっきの邪神の像ね。大丈夫、持って帰ります。ああ、ものづくりの力を持つビルダーがいたら、あの教会も正しき姿に戻せるのに。いるよ。やれということで。何？君がビルダーだって？そんなにものほほんとした顔で。顔は関係ないだろ。君がビルダーならば、ぜひとも教会を正しき姿に戻してくれ。願いを叶えてくれたら種をあげよう。
さあまずは教会の仲間に来てくれたまえ。あ、ごめん、だいぶ壊しちゃった。なんか大丈夫かな。もうだいぶ僕がもう根こそぎ持って帰った後なんだけど、いいのかな。もうすでに邪神なものないと思うけど。ほい、見てくれビルダー、聖なる教会の祭壇がハーゴン教団によってこんなにも間がない、まがまがしいもの何にもない。すでに、はい、押収済みです。はい、まがまがしいか。じゃが俺は嫌いじゃないな。あの像も悪くないぜ。あの像も僕のカバンの中に入っております。ぬはー、君は何を言ってるんだ。あんな邪神の像などすぐに壊してもらいたい。とにかくビルダーよ、この祭壇を聖なる教会の祭壇に作り変えてはくれるだろうか。あれか、設計図か。あんまり得意じゃないんだよ設計図は。君はビルダーなのだろう。君ならできる、君ならやれる。さあ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 、うん、やっぱそうだな、この流れは設計図。うひゃー。ん、ん、女神像の祭壇の設計図。あー、さっきさっきの女神像をそこに置けばいいのね。古びた本、本なんて取ったっけ。祭壇、赤い祭壇、紫の祭壇ならあるんだけどな。うおー、まさかこれは設計図というものか。かつての教会の姿そのままだ。実は女神像や祭壇はこの部屋の奥の古びた木箱の向こうに隠してある。あ、多分その辺も。はい、あの回収済みです。はい、さあそれらを使って教官の祭壇を正しき姿に戻してくれ。よ、了解です。あれ、赤い祭壇と、あ、撮ってる。しっかり撮ってる。はい、じゃあ、ちょっと再現してみましょう。はい、あー、こんなんでいいんだ。あ、こんな簡単でいいんだ。これ持って帰りたかったんだけどな。おお、我らが教団の祭壇をかつての姿に戻してくれたのだね。さあさあ、さすがビルダーだ。よし、種くれ。改めて礼を言う。よく祭壇を作り変えてくれた。ありがとうビルダー。この教会は遥かな昔に島にやってきた古のビルダーが作った建物だ。そのビルダーは島に様々なものを作り、何もなかった島を恵みの島に変えたという。ん、どういうことだ。ビルダーは絶望を振りまく存在なんだろう。それは、ん、この気配は、ん、ああ、船長もどき。うぎぎ、なんだその祭壇は。おのれ貴様ら、神聖なる兄弟の祭壇を破壊して新しい祭壇を作ったな。ち、教団の奴らか。ギタギタにしてやろうぜ、リオロス。いや、もうね、レベル10なんで、僕。余裕なんすよ。余裕なんすよ。1しか食らわないんすよ。こんな攻撃も多分、あ、10食らった。ちょっと痛い。ちょっと痛い。3くらいだよって言おうとしたら、ちょっと痛かった。振りかぶったのが5で、溜めて振りかぶったのが10食らう。あー、結構食らうな。ていうか、先にこいつら倒そう。先こっちだな。こいつらも結構硬い、結構硬い、こいつらも。あれ、意外と苦戦するぞ、これ。よしよしよし。一匹倒した。で、次こっち。次こっち。あっ、こいつ振り向くの遅いな。よし、倒した。次お前だ。あ、まだまだあそこに。まだいた、まだいた。お前、よし。よし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 。ちょ、お、お、溜めてる、溜めてる。おお、かっこいいことするじゃん。はい、お疲れちゃん。イエーハウー。そろそろ新しい必殺技を教えてくんねえかな。なんでそこに隠れてんの。どうなることかと思ったが、よくぞ教団の魔物たちを助けてくれた、倒してくれた。礼を言うぞビルダー。ところでだ、目つきの悪い耳の尖ったそこの君。あー、シド君ですね。シド君浮いてますよ。どうし、だ、シド君浮いてるよ。どうした。え、君は一体何者かね。とてつもない破壊の力を感じるが。うん、まだシドの謎は分かんないんだよね。どういう意味だ。俺は何者でもない。俺は俺だぜ。うん、
まあいい。君たちには世話になった。俺としてぜひともこれを受け取ってくれ。で、種30個必要なんですよ先生。のね、30個必要なんです。今渡した種以外にもこの教会の地下にある倉庫にはたくさんの作物の種が隠してある。おお、ナイスだ。床を壊すと地下倉庫に行けるはずだ。必ずやその種を持ち帰り畑に植えて育ててくれたまえ。もしビルダーの手で体重が復活し、こつての収穫祭をこの目で見られたら、私は喜びで天に召されるであろう。いや、じゃあうちに呼ばないとダメなんだよこの子。何、作物を育てて必ず収穫祭を開くから、その時は遊びに来いと。そうだね、でも天に召されちゃうからね。それは嬉しいか。何かね、君は私を天に召したいのかね。いや、まあその方がいいんじゃないですかね、さすがに。今の言葉忘れないでくれ。そしてカボチャと地下倉庫にある種を君の農園で立派に育てるのだぞ。はあ、はい。あ、なんかマークが出てますね。ここを掘れと。よいしょ。お、ネズミがいる。やあやあ人間さん、こんな壊れた教会の地下までよく来ましたね。あなた勇気があるな。この教会はお化けが出るって有名なんですよ。今会ってたし、話してたし。何でも昔ここの神父が種を集めて農園を作って。ああ、神父さんだったんだ。神父さんが化けて出るってなんとも皮肉だな。この教会にその神父のお化けが出るとか。さっきお友達になりました。ここにある宝箱にはその神父が集めていた種があります。黙ってりゃバレません。もしも種が欲しいならささっと持ってっちゃったらどうですか。まあもっとも神父の化けに祟られても知りませんがね。チュー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 。大丈夫、本人の許可はもう得てるから。おお、すげえ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 。ついでにこの箱も持って帰る、うん、この箱が大事。おお、なになに、でかい。あー、やった、30になった。40にもなった。よしよし、あとない、なんか目ぼしいもんない、ない。こうドラクエといえば階段の裏になんかあったりするんだけど、ないか。あー、空腹で倒れそうだ。ちょっと待って、もう食べるもんない。あ、やった、あ、焼き桃が、やった、あったあった、そうだ、これお弁当であったんだ。あー、美味しい。焼き桃貝といえばルルを思い出すけど、ルルは元気にしてんのかな。うん。もうね、彼女をあの村に置いてだいぶ経つけど、一人で生きていけてんのかな。あ、でも桃爺がいるからだよ。桃爺だっけ、白爺だっけ、なんだっけ、名前忘れてた。はい、よし、じゃあこれでいいかな、帰りましょう。おっす。よっしゃー、お、みんな走ってきた。みんな、なんでわかるの持ってきたの。うほー、やったー。よし、茶子さん持ってきたぞ。おかえりなさい、かぼちゃの種を見つけてこれたんですね。あー、ついに胎児を完成するための作物の種がまた一つ見つかりました。ちなみにその種どうやって見つけたんですか。墓場のゴーストに今もらいましたと。なるほど、種を守っていたゴーストさんか。きっと強い思い入れがあったんでしょうね。おお、受け入れている。リュウルさん、種を託してくれたゴーストさんのためにも大切にカボチャを育てていきましょう。マギルさんによれば、カボチャの種はキャベツや小麦と同じくそのまま畑に植えれば育つそうですよ。あ、最後のは簡単なんだ、よかったよかった。よし、はい、またチャコさんがクエスト持ってるみたいですけども、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、じゃあ、また次回も、すごい雨すごいな。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。お、ジバコさんが喜んでいる。